お知らせします。柔道第3試合場の16キログラム級、千葉県警察石崎選手対石川県警察澤選手の試合は、千葉県警察石崎選手の勝ちとなり、準決勝戦進出が決まりました。試合結果をお知らせします。柔道第3試合場100kg 級、大阪府警察に村上選手対埼玉県警察原選手の試合は、大阪府警察に村上選手の勝ちとなり、準決勝戦進出が決まりました。
勝しましょう。試合結果をお知らせします。柔道第3試合場、70kg 超級福岡県警察福島選手対滋賀県警察小島選手の試合は、福岡県警察福島選手の勝ちとなり、準決勝戦進出が決まりました。試合結果をお知らせします。柔道第2試合場、 70kg 級静岡県警察斉藤選手対千葉県警察渡辺選手の試合は、静岡県警察斉藤選手の勝ちとなり、準決勝戦進出が決まりました。